はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、千葉にございますパンチョさんにまたお邪魔しております。というのもですね、以前こちらのパンチョさんでチャレンジメニューを行っていて挑戦したんですけど、僕とマックスさんが成功しまして、ちょっとそれに対してね、お店からリベンジのチャレンジメニューということで、約 7.3 キロのパスタのチャレンジメニューが新たにできたということで挑戦してきました。内容がね、ちょっとかなりやばいらしいんで、今回は本気で挑んでいきたいと思います。でね、前回チャレンジしたから、こんなパンチョさんの10周年の記念 T シャツをいただいたんで、ちょっとねこれを着て気合い入れて挑んでこようと思います。それでは店内へ。はい、ということでこちらね、今メニューの方が完成いたしまして、総重量ね 7.3 キロの超巨大なチャレンジメニューでございます。でね、ルールとしては、制限時間が40分ですし、成功の場合、料金が無料で、失敗の場合ですと、7800円のお支払いとなっております。でね、ちょっとお部屋の方が給水器で、以前やった時にずっと付きっきりでちょっと、ね、忙しいのに申し訳なかったので、ちょっと特別にね、お部屋だけ持ち込ませていただきました。今回はね、本気で挑んでいきますので、ちょっとね、見苦しい部分あるかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。お願いします。はい、すいません、いただきます。はい、いただきます。よし、これ2年ぶりの新作っていうね、このホルモンパスタかな、これを引き続きに。ごめん、今日チャレンジなんですすります、がっつりと。うまそう。あ、うん、うん、うまい。ハンバーグ、うまい。唐揚げ、うまっ、うまっ。後半辛いの多分きつくなるから、こっち先に食べるわ。
辛いのはほぼ終了。まだ4分の1ぐらい使ってるから、絶対後半のスピードが落ちるから、多分クリアしてもめちゃめちゃギリギリだと思います。まだ成人ぐらいありますよね、これ。いや、成人以上ありますね。肉よいが、うわー、やばいな、これ。いいですね、これ。はい、ということでね、今チャレンジの方が終了いたしまして、まあ、多分1キロあるかないかぐらいまで残ってしまいました。チャレンジの方はもう終了しているので、無理して食べるんじゃなくて、これはしっかりと持ち帰って美味しくいただきたいと思います。で、このチャレンジメニューの方ですね、まだ詳しいその終わりの期日が決まってないみたいなんで、チャレンジする場合にはお店のインスタとかツイッターの方から宣伝をしておりますので、そっちの方からまあ DM とかの連絡か、お店の方に電話でも予約ができますので、チャレンジを行う際はね、まあ、日時の方、お店の方と相談して予約してから来てください。次は僕の方がリベンジしに来る番でまたお願いします。ありがとうございます。